はい、どうも、バッキーです。今日はですね、一人でお寿司を食べに行こうかなと思いまして、おそらくね、3年ぶりぐらいに行くお寿司屋さんです。今から行くお店はね、僕結構好きで、なかなかね、行けなかったんで、ちょっと今日ね、楽しみなんですけど、ありました。お店こちらでございます。寿司銚子丸でございます。めちゃくちゃ久々に来たよ、ここ。まあ今時間がね、夕方前に来てるんで、まあ、空いてるかなと思って、あえてこの時間を狙ってきました。もう前情報とか何も調べてないで来てるんで、あ、これお持ち帰りか。まあ今ね、まだこんな状況だからね、持ち帰りかなり押してやってますね。あ、どんのメニューなんかもあるんだ。あー、うまそうだな。あ、結構豪華だな、これすごいな。2000円だけど店名がついた丼のね、これすげえいいじゃん。まあ、銚子丸さんは店名の通りですが、銚子港直送のネタを扱ってる、まあ、回転寿司のお店なんですけども、まあ、おそらく今こういう状況だから回転はしてないかもしれません。ここのお寿司屋さんはね、目の前でね、握ってくれるんですよ。まあ、あと3年ぶりに来てるから、今どんなネタがあって、どんなセールやってる、キャンペーンやってるかって全くわからないんで、今日は久々に銚子丸で食べていきたいと思います。はい、ということで銚子丸やってきました。調べたらね、4年前でした。もう全然来てなかった。てか、上着脱ぐシーンいる？で、1人なのでカウンター席で、テーブルはこういうレイアウトになっています。卓上にご注文表があるんで、食べたいネタを書いて板前さんに渡すシステムです。最近タッチパネル増えてきたから、逆にこういうのは新鮮かもね。で、まずはお茶でしょうということで、やっぱりこの時期ね、カテキンたくさん取らないと、免疫力を上げてコロナ対策。皆さん、カテキンはめちゃくちゃ免疫力上がるんで、粉末のお茶、家になかったらね、買った方がいいですよ。で、俺今思ったんだけど、小声で話そうと思っててね、ピンマイクつけっぱなしになってて、今回結局ね、一言も喋ってないです。俺こういうところあるのよ。で、今じゃもう当たり前なのかな、感染予防対策。もう早くこういうの終わってほしいね。で、ここからメニューを見ていきましょう。で、銚子丸が始まったのが1998年なんですって。だ、僕が18の頃か。もう20年以上ね、続いてるということで、歴史ありますよね。で、銚子丸の数々のこだわりがこういった形で書いてあります。握りやネタ、シャリ、あと酢のこだわりね。で、一番安いのが130円からなんだけど、180円、250円、300円とだんだんね、お皿で上がっていくんですけども、細かいネタのラインナップはこんな感じでございます。では、ここから注文用紙渡してお寿司を食べていきましょう。で、目の前のお寿司のレーンはやはり止まってました。まあ、銚子丸さんはね、目の前に職人さん握ってくれてるんで、握りたてが食べられるんだったらそっちの方がいいからね。で、一発目はトロ3貫です。で、俺の大好きなサバ、これはね、金華サバですの炙りです。で、確か前来た時にこのつまみ卵美味しかったんで、しょっぱらですけどね、ちょっとこれも頼んじゃいました。最初はこのラインナップでいただきます。だいたい寿司はね、俺中トロから先に食べちゃうんですよ。まあ、なんだろう、なんか決まりとかね、マイルールとかでもないんだけど、中トロの脂の乗り具合で、お、今日は店いい感じだなっていうね。まあ全然通じゃないんですけど。で、醤油つけた時に脂の膜がプワーって張って溶けちゃうんじゃないのって思ったらね、案の定口の中で溶けちゃいました。まあ値段が値段だからね、一皿100円のお寿司屋さんとは違うので比べることはできないんだけど、甘くてとろけてうまかったです。で、次はトロビンチョウ。
さっきの本マグロの中トロに比べちゃうと、まあランクは落ちてしまうんだけど、これもねとろけて美味しかったですよ。あとねシャリの具合も良かったね。酢がきつくなくお米が立ってました。で次はトロサーモン。もうネタがさ遠慮ないよね。めっちゃはみ出ちゃってるもん。またこれもとろけてうまかったんだけど、マグロとは違った甘みがね楽しめるんだよね、トロサーモンって。でここから僕の大好きなサバ、金華サバの炙り、ちょこっとからしが乗ってるんですけども、もう口に運ぶ瞬間に香ばしい香りが鼻にきてね。金華サバもね脂乗ってたな。からしがねいいアクセントになってて、少しブラックペッパーも振られてたんだけど、これついついね白いご飯また別で食べたくなったぐらい旨味が強かったです。で銚子丸の卵なんだけど、甘さがそんなにきつくなくて、で出汁がほんのり効いてると。で4年前銚子丸行った時に注文したら焼きたてを作ってくれたんだよね。でその卵がすごい美味しくて、ずっとね頭の中にねそれが残ってるんですよ。まあ今回は注文してすぐ出てきたんで、またあの焼きたての卵食べたかったな。言えばやってくれんのかな。で続いてはこちらもね俺大好きホタテです。2貫で300円だったんだけど、これわかるかな、結構ね厚みがあったんですよね。でホタテね美味しかったんだけど、この日のね入荷の具合だったのか、まあ、欲を言えばもうちょっと甘みが欲しかったなっていうのがありましたね。肉厚でね噛み応え食べ応えあったんだけど、ここにホタテ本来の甘みがもうちょっと濃く出てたら僕の中では100点でした。偉そうにすいません。でこれは頼むでしょうっていうやつなんだけど、カニ味噌軍艦、これも2貫で300円でした。で見てわかる通り結構身もね味噌もしっかり乗っかってて、かなりボリュームのあるカニ味噌でした。でこういうのってカニの身がちゃんと入ってるのがいいですよね。ちょっとねお安いお寿司屋さん行っちゃうとこういうのってカニの身が少なかったりするんで、まあ2貫で300円の割には結構入ってたんじゃないかなと思いました。で続いてはイワシなんだけど、今が旬じゃないんだけどね、ちょっとイワシ食べたくて、炙りのおろしポン酢、身がね結構厚みがあってね、でイワシの油をおろしポン酢がさっぱりとしてくれてて、あと香ばしさも味わえてね、これ初めて食べたけど僕好きでした。結構美味しかったです。で食べてない時やメニュー選んでる時はちゃんとマスクしてましたんでね。まあもうこれはマナーエチケット、どこまで神経質にやったらいいのか、本当にこれ正解は何なんでしょうかね。今後もこれを続けないといけないとなるとちょっと大変ですね。でやっぱりね貝も食べたいなということで、粒貝なんだけどタイ醤油の炙りでちょこっとわさびつけまして、ほんとコリッコリで、まあ、こういう時こそねピンマイク使えよっていうね編集してる時に思っちゃったんだけど、もう食感もさることながらこのタイ醤油の旨味がね、でかつこれも炙ってあるから風味も楽しめてって思ってたら、ちょっとわさびが鼻にツンときちゃったと。いやでもこの粒貝大きかったんでね、250円でなかなかいいんじゃないかなと思いました。で次は縁側なんだけど、実は今回これが僕の中で第1位でした。縁側の最強炙り、まあ回転寿司の縁側なんでヒラメではなくカレイだと思うんですけど、この縁側の独特の脂の旨味とまた香ばしい風味も楽しめつつ、最強味噌の甘みとコクがねこの脂と合わさってめちゃくちゃうまかったです。これ数量限定だったんですよね。もし食べられる方いらっしゃったらめちゃめちゃおすすめです。で今回最後のネタなんだけど、銚子丸名物アナゴです。もう商品名に店名ついちゃってるからね。アナゴふわふわで甘めのタレがまた良くてね、ちょこっと白ごま振ってあったのがねなんかいい仕事してましたよ。で今回は最後アナゴで締めさせていただきました。で最後デザートなんだけど、銚子丸オリジナル特製プリンです。でスプーンがこの中に入ってて最初気づかなくてね、思わずスプーンくださいって言っちゃいました。まあ、ちょっと恥ずかしいことしちゃったんだけど、この銚子丸のプリンねめっちゃ濃厚で弾力がね結構固めなんですよ。でミルクの感じが強くて意外とねさっぱりしてるんですけどね、ただこれプリン自体が硬さがあるから意外とねこれお腹膨れます。まあ、ただ食べ応えのあるプリンなので、まあ、最後の最後までね満足するんじゃないかなと思いました。全部でね約3000円ぐらいだったかな。まあ今こんな状況下でね僕の力は微力なんですけども、少しでもね力になればいいなと思っております。寿司銚子丸美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで久々に銚子丸で食べてきました。今回はねいつも以上に食べてるだけの映像ですいません。まあこのチャンネルではおなじみちゃおなじみなんですけど、まあ、ただねこの空いてる時間帯に来たとはいえ、僕が昔銚子丸行った時はめちゃくちゃにぎわってて、で職人さんとかも今これがおすすめですよとかねすごく活気があったんですよね。で最後ねお会計の時にちょっと店員さんにお話ししたら、やっぱこのコロナでねだいぶお客さんがね減ってしまってると。で緊急事態宣言もね7日で解除する予定だったのに
またちょっと延長になってしまいまして、まあ、僕の力はね微力なんですけども、まあ、こうやって YouTube を通してお店をね一人でも多くの方に知ってもらえたらいいなと、まあ、でもやっぱりねお寿司のネタはね銚子丸さんで本当美味しいんですよ。まあ値段がね一皿100円の回転寿司と比べたら多少こう客単価って上がるんですけど、新鮮だしね、中トロなんかもねすごい脂乗ってて美味しかったですよ。で注文用紙に書いて渡すのもいいですし、まあ、口頭で言ってもいいんですけども、目の前でね職人さんが握ってあと炙ってもくれてね、まあ、本当久々に来ましたけども美味しかったです。まあ、今回僕が来たのがね武蔵小杉店なんですけど、銚子丸は点々とお店ありますので、ぜひ目の前で握ってくれるお寿司屋さんでリーズナブルに食べたい方は食べに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。